こんにちは、メルル様ルオカです。早いもので2023年も下半期に突入しました。ということで今日はですね、2023年の上半期に買ってよかったものを紹介していこうと思います。今年はあまり買い物をしていないつもりでいたんですけれども、調べてみたらね、結構な数を購入していて、そのいろいろ買った中でもこの時点でとても気に入っていて使っているものを紹介していこうと思います。と同じくですね、買ったんだけどちょっと私の用途には合わなかったなみたいなものもありましたので、後半には買ったけどイマイチだったものも紹介しようと思います。そんなところも含めてですね、最後までお付き合いください。はい、それでは行きましょう。はい、まず最初に紹介する買ってよかったものはこちらですね。こちらがサムスンのギャラクシー Z フォールド3ですね。ギャラクシー Z フォールド3本体と、あとは別売りの S ペンも購入しました。これが買ってよかったものの一つ目ですね。はい、このチャンネルではね、Apple 製品の紹介をよくしているんですけど、初めてギャラクシーを購入してみました。このギャラクシー Z フォールド3がどんなスマホかというと、こんな感じで普通のスマホかと思いきや、開けばね、大きな画面のタブレットとして使うことができる。詳しいレビューは別の動画を出しているので、そちらを見ていただければかなと思うんですけど、購入した理由としては iPad mini をね、仕事で持ち込んで使っていたんですけど、いろいろね、個人的な端末をね、持ち込むのが厳しくなってきたんですよ。そんな中でね、使用のスマートフォンは持ち込みを許可されていたので、だったら持ち込みのスマートフォンをもう iPad mini レベルに使えるものに変えてしまおうということで、そんな感じで折りたたみでなおかつペン入力に対応しているスマートフォンを購入したという感じですね。現行機種だと Galaxy Z Fold 4になるんですけど、正直ね、新品で二十数万円するので、あくまで普段使いのスマートフォンとして iPhone を持っている上で購入するにはちょっとね、勇気がいるので、中古でこの Z Fold 3ですね、14万円15万円ぐらいで購入しました。初めて折りたたみスマホを使ったんですけど、本当に便利で、ペン入力もね、期待していた通りかなりスムーズなんですよ。この折りたたみの中とかも全然書けちゃう感じなんですよね。もちろん iPad とApple Pencilにはかなわないんですけど、ちょっとしたメモ書き程度だったら全然十分かなといったところですね。この時点で購入した目的は果たせていたんですけど、普通に小さなタブレットとして使うにもめちゃめちゃ便利ですし、 Galaxy はね、 iPhone にはできない画面分割もこんな感じでできるので、まあ、普通にタブレットとしてもめちゃめちゃ便利というところと、あとは意外と閉じた状態でスマホ的に使う時なんかも、かなり細長くて特殊な形状ではあるんですけど、握った時の感じっていうのが最近のスマートフォンのスタンダードであるこの幅広感がなくてすごくいいんですよね。厚みがある分、コンパクトなスマートフォン並みとは言わないんですけど、例えばこの Pixel 7ぐらいがだいたいスタンダードな最近のスマホのサイズ感なんじゃないかなと思うんですけど、比べてもこんな感じでどうですか？結構コンパクト感ありますよね。表示がね、めちゃめちゃ縦長っていう感じにはなっているんですけど、意外とね、カバーディスプレイを握った時の感じというのが個人的に好きで、閉じた時の使い勝手には期待してなかったんですけど、まあ、そんなところも含めて全体的な完成度がかなり高いスマホかなと思いましたね。普段のね、メイン使いのスマートフォンとしても全然使っていけるんじゃないかなと思います。ただ Z Fold 3に関してはめちゃめちゃ電池の持ちが良くないので、もしね、予算が許すんであれば Z Fold 4を買った方がいいとは思うんですけど、また Z Fold 4が安くなってきたら買い替えようかなと思っています。はい、ということで上半期買って良かったものの一つ目ですね、 Galaxy Z Fold 3でした。はい、2つ目はこちらですね。こちらがモボキーボード2という折りたたみタイプのキーボードです。これがどんな製品かというと、普通の折りたたみキーボードと違って、折りたためるんだけど開いたらね、フルサイズのキーボードとほぼ変わらない大きさになってくれるというものですね。これも別で動画を出しているので、よければそちらをご覧くださいという感じなんですけど、パカッと三つ折りになっていて、こんな感じでですね、本当にごく一般的な大きさのキーボードが出てくるんですよ。この Apple の純正マジックキーボードと比べるとこんな感じですね。もちろんコンパクトタイプのキーボードなので、一部ね、狭くなっているキーとかはあるんですけど、主要なね、文字入力とかエンターとかのキーはほぼほぼ普通のキーボードといったところで、折りたたんでもチャーコベルトラベル用のキーボードでありながら、使うときはね、普通のキーボードというすごく素晴らしい機構を持っています。打鍵感もこういったキーボードの中ではかなりいい方だと思っていて、本当にね、こういった薄いタイプのキーボードと遜色ないですね。さらにね、Apple 純正キーボードよりいいところで言うと、3台の Bluetooth 接続が可能ですね。もちろん切り替えで1台ずつなんですけど、合計3台のデバイスにペアリングをすることができます。で、充電端子もですね、最近増えてきて嬉しいこの Type-C ですね。はい、持ち運び用のキーボードとしてはちょっと重さがあったりだとかね、比較的大きい方だったりはするんですけど、もう使用感がね、すごくいいので、持ち歩くときはね、このキーボード一択という感じになっていますね。重い重いと言ってはいますが、とはいえキーボードなのでね、この本体だけで 280g ということで、全然持っていけないものではないか
だなと思います。これね、家でもメイン使いしようかなと思って家でも使っていたんですけど、持っていくのを忘れたら嫌なのでカバンの中に常備することにしました。はい、ということで上半期ベストバイの2つ目ですね、モボキーボード2でした。はい、買ってよかったものの3つ目もキーボードになってしまうんですけれども、こちらがね現在私のメインで使っているキーボードになります。ロジクールの K380 というものですね。私はずっとこちらの K780 というテンキー付きのモデルですね、テンキーが付いていて、それからタブレットスタンドも付いているという素晴らしいモデルなんですけど、結構長いこと2年半ぐらいこの K780 をメインで使い続けているんですけど、ただ普段使っている MacBook だったり iPad のマジックキーボードだったり、先ほど紹介したモボキーボードもそうですけど、私が使っているキーボード系のものってだいたいテンキーがないんですよ。だったら自宅用もテンキーレスの方がいいんじゃないかということで買ってみたんですが、この K380 がめちゃめちゃ使いやすくてすぐにメインキーボードになってしまいました。よくねテンキーありとなしで言われることで言うと、このマウスを置いた時にですね、タイピングをしていてマウスへ向かう時のこの空間ですよね、この距離がね結構煩わしいとか言いますけども、まさにその通りで、この K780 に関してはテンキー付きのモデルとしてはめちゃめちゃ幅が狭い方だと思うので、まあ、そんなに気にしてなかったんですけど、いざね K380 を使ってみると、このテンキーがあった部分に、私で言ったらこれトラックボールですけど、実際ねこの隙間分の移動がなくなった恩恵って大きくて、なんかね肩こりが減ったなと思いますね最近。やっぱりこっからこっちにね腕を動かしてる間は肩もめちゃめちゃ稼働してるので、まあ、体に良くなかったのかななんて思いながら使っていますね。でこの K380 に関してはモボキーボード2なんかのモバイルキーボードと違ってかなりね重たく作られているんですよ。打った時にずれないっていうか、どっしりと構えててくれる感覚があるので、今非常に気に入って使っていますね。で難点としては、個人的にはここに iPad スタンドがなくなってしまったので、 iPad を手前に置きたい時は別途ね向こう側にスタンドを置く必要があることと、この USB のレシーバーですよね。ロジクールのアイテムって USB のレシーバー1個でキーボードとかマウスとかいろんなデバイスをまとめて制御することができて、ポートが少なくすんですごくいいんですけど、 K380 に関しては Bluetooth 専用なんですよね。レシーバーには対応していません。今時ね Bluetooth があれば全然十分なんですけど、 Mac ってねちょいちょい Bluetooth が怪しい時があるんですよね。あとは接続待ちの時間がねレシーバーの方が早かったりするので、個人的にはロジクール製品はレシーバー派だったんですけど、こちらはね Bluetooth しか対応していないということで、そこは残念かなと思います。あとね有線接続にも対応していないので、有線キーボードとしては使えない仕様になっています。とはいえですね、値段も実はそこまで高くなくて、確か4000円ぐらいだったと思うんですけど、そのぐらいで購入できるので、今ねなんとなく安めのキーボードとかを使っている人は一度こちらを試してみるのもありかなと思います。これね買ってから1ヶ月ぐらいだと思うんですけど、かなり気に入っているアイテムですね。ということでベストバイの3つ目はロジクール K380 でした。はい、上半期ベストバイ続いてはこちらですね。こちら何かわかりますか？こんな感じで開いて組み立てて、はい、PC スタンドになるというものですね。でこういった製品はね Amazon を見ればいくらでも売っていると思うんですけど、なんとこの PC スタンドダイソーで210円で購入しました。この手の折りたたみ式 PC スタンドがなんと200円で手に入る時代ですね。製品名的にはタブレットスタンドだったんですけど、500円のもうちょっと大きいモデルが PC スタンドとして売られています。ただあんまり大きすぎるのも嫌だなと思ったので、私は小さい方を購入したんですけど、これがね結構便利に使えるんですよ。こう見ていただくとこんな感じの構造になっていて、ここに穴が開いていて、こちらの段を変えて刺していくことでどんどん角度を変えていけるような製品になっていますね。なのでこんな感じで一番きつい角度にしてあげて、こう iPad を置いてあげると、座ってね何かコンテンツを見るときにすごくいい角度になってくれますし、角度を緩めにしてあげれば筆記に適したようなね角度にすることもできます。という感じで、これが200円で手に入るのすごくないですか？私はですね、だいたい真ん中ぐらいの角度にしてあげて、この MacBook ですね、 PC スタンドとして使うこともすごく多いです。この Mac の場合は裏にねこういった貼り付けるタイプのスタンドをつけてはいるんですけど、何か直接 Mac に貼り付けるのも嫌だなっていう人も多いんじゃないかなと思います。そういった方にとりあえず200円で試せるこのダイソーのスタンド、非常におすすめかなと思います。こんな感じでものすごくコンパクトになってくれますし、持ち運び用のスタンドとしても非常にいいんじゃないかなっていった感じですね。ただやっぱりね200円なので作りはめちゃめちゃプラスチックですし、強度的にも
ね、そんなに信用できるようなものではないかもしれないです。私はもう重量もめちゃめちゃ軽くて値段も安くて気に入っているので、この上半期ベストバイに入ってくるぐらいには使用頻度の高い製品になっていますね。はい、というわけで上半期ベストバイにまさかのダイソーの PC スタンドが入りました。はい、というわけで続いてがこのスタンドによく乗っけている、はい、こちらの MacBook Pro 14インチですね。こちらが M2 Max MacBook Pro でメモリが 64GB、 ストレージが 512GB というモデルですね。まあ、最上位スペックではないんですけど、それでもねかなり勇気のいる値段の PC なんですが、これは確か2月ぐらいでしたかね、購入してもちろんベストバイに入っています。まあ、用途で言ったらね、もうゴリゴリのメインマシンなので毎日のように動画編集をしていますし、まあ、最近あまりできていないんですけど DTM もバッチリこなせますし、私が Mac を使って行う作業の全てを余裕でこなしてくれるという素晴らしいマシンですね。で、基本的な動作自体はですね、 M2 の MacBook Air とかね、もっと言うと M1 の MacBook Air とかでもほとんど不満に感じない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、ひとたび重たい作業ですよね。動画編集だったりだとか音楽制作だったりだとか、あとは動画の書き出しなんかですよね。そういった作業をやる上でやっぱりハイスペックな Mac というのはやっぱりすごく活躍してくれるんですよね。これもね、レビュー動画を出しているので多くは語りませんけれども、本当にね、大金を払って買っただけはあるなという感じで活躍してくれていますね。今時の14インチのマシンにしては 1.6 キロということで結構重量もありますし、まあ、何せねめちゃめちゃ値段が高いんですよ。私 512GB の一番少ないストレージを買って、これで50万円以上しましたから、多くの方におすすめできるモデルかって言われるとそうでもないんですけど、 Mac で重ためな作業をしたい人はもうこのぐらいいっちゃうと幸せになれるよというところで後悔はしないと思います。はい、というわけで上半期ベストバイにこの MacBook Pro ですね、私のメインマシンが入りました。はい、それでは続いても MacBook なんですけど、これね先ほども出てきましたけど、これ記憶に新しいですね、最近買ったばかりの MacBook 12インチ2017年モデルです。こちらもね買ったばかりではあるんですけど、ベストバイとさせてください。これに関してはね、ずっと憧れのモデルだったんですよ。12インチという小さくて、さらに重量が 0.9 キロということで、まあ、めちゃめちゃ軽くて、さらにはこんなに薄っぺらいボディの中にしっかりと MacOS が入っているという、まあ、素晴らしいマシンなんですけど、これがね2019年に販売を終了しているんですよ。で、一番最初に出たのが2015年とかだったと思うんですけど、その当時はねちょっとね時代が追いついてなさすぎたんですよね。何せね、接続端子がこのオーディオジャックと USB Type C ポート一つだけという、もう振り切りに振り切ったモバイル PC なんですよね。当時の私はですね、 USB Type A ポートが死ぬほどついた MacBook を使っていたりしたので、まあ、見た目ねめちゃめちゃかっこいいけど実用性は全然ないんだろうなというところで、まあ、お金もなかったですしね買わなかったんですけど、逆にねこの2023年に関してはクラウドなんかもねすごく発達していますし、性能のいい Type C ハブなんかもたくさん出てますから、 USB Type C ポート一発だけっていう仕様も、まあ、少ないなとは思いながらも、別にそんなに実用外ではないというか全然ありな仕様なのかなと思いますし、この薄くて小さい熱に弱い筐体もですね、最近の M1 チップだったりを詰めば全然解決できる部分かなと思うので、出すなら今だったんじゃないかなって私は思うわけですよ。はい、そんな余談はさておきですね、こちらの2017年モデルですね、中古の相場はもう結構下がってきましたし、私は相場よりもかなり安くフリマサイトで購入することができたので、まあ、これを機にね一度触っておきたいと思って購入しました。で、こちらもねレビュー動画を出しているんですけど、実際に使ってみると意外としっかりと使えるマシンなんですよ。というのも私のモデルは 16GB メモリで Core i5 を搭載しているので、もちろんねさっきの MacBook Pro なんかには全然かなわないですし、競技 iPhone や iPad の中でもこのモデルよりもスペックが高いものばかりだと思うんですけど、こんな感じでブラウジングをしたり、こちらはね Notion というアプリなんですけど、テキストの作業をする分には全く問題ないマシンなので、まあ、動画編集とかねそういったものには使えるマシンではないんですが、まだまだ実用に足りるマシンなんじゃないかなと思います。特に私の一番の使い方で言うと、 Parsec っていうリモートデスクトップのアプリを使って自宅に置いてある MacBook Pro とつないで使ったりしていますね。何でもない時に気軽に持ち運べるサイズ感と重さなので、まあ、出先に持って行ったりそういったことをしますね。で、そこに関してなんですけども、発売された当初のね2015年とか2017年ってやっぱりインターネットの環境もそこまで発達してないじゃないですか。今だったらねスタバに行けば早い Wi-Fi がありますし、スマホのテザリングもポボ 2.0 とかね、いろんな新しいプランが出てきて、安くてテザリング使い放題のプランもたくさんあるわけで、そういうところも含めてね発売するなら今だったんじゃないかというマシンですね。新しいモデル出ないかなと思いながらこれをね使っている感じですね。はい、続いて買ってよかったものはまたまた Mac なんですけど、こちらの M1 Mac Mini ですね。これは年始にギリギリ滑り込みぐらい
らいで購入しているんですけど、整備済み製品で 16GB メモリのものが安く売られていたので買った感じですね。でこれは現状 MacBook Pro のサブ PC として動いてくれています。 M1 チップなんでね、性能自体の差はかなりあるんですけど、 Mac mini に関してはファンが内蔵されていて熱に強いんですよ。なので長時間ね高負荷な作業をする分には、私 M2 の MacBook Air も持っていますけど、最新の MacBook Air よりもむしろこっちの方が強いかなという印象です。もちろん用途によるんですけどね。で私がこちらのね M1 Mac mini を購入した直後に M2 Mac mini が発表されたんですよね。でめちゃめちゃ悔しいなと思いながらも M2 Mac mini も購入したんですが、ちょっとね M2 チップが乗ったマシンと私の音楽制作のソフトが相性が悪いのかうまく動かなくてですね、かなり名残惜しくはあったんですが、 M2 の方は手放してこちらをね取っておいているという感じですね。とにかく Mac mini に関しては見た目ですよね。これ美しすぎませんか。さっきの MacBook 12インチもそうなんですけど、背面以外はね本当に全く何もないこの銀の箱みたいな、そしてこのデカデカとした Apple ロゴですよね。 Apple はねこういうカーブの具合とかもねめちゃめちゃ綿密に考えるらしいんですけど、いや本当にかっこいいですね。はい、という感じでほぼほぼ見た目買いみたいなところもあるんですけど、まあ、それでもねしっかりと動いてくれているマシンで重宝していますね。でこちらの M1 Mac mini はもちろん M1 チップが載ってるわけですけども、 M1 チップってかなりその世界を変えた的なところあるじゃないですか。まあ、狭い界隈かもしれないですけど、この M1 記念的にですねこちらの Mac mini はずっと持っていようかなと思っていますね。はい、で最後にですね買ってよかったものとして変化球的にソフトウェアを紹介しようと思うんですけど、はい、今年に入ってですね私何年も Mac ユーザーなんですけど初めてパラレルズデスクトップを購入しました。あの Mac の中で仮想的に Windows を動かすというアプリなんですけど、こちらを購入しました。でこれで何をやるのかというと、もうここ最近ねほとんど Windows でできて Mac でできないということって減ってきたんですけど、たまにね私が使っている音楽機材だとか、あとはカメラのファームウェアのアップデートが Windows に対応していなかったりだとか、まあまあもろもろ Windows が登場する機会ってあるんですよ。ただ Apple Silicon ですね、 M1、M2 のチップになってからはデュアルブートというんですけど、この Mac 本体の中に Windows も一緒にインストールしようっていうことができなくなっちゃったんですよ。そんな中で活躍するのがこのパラレルズデスクトップなんですけど、これはデュアルブートとは違って MacOS を立ち上げた上でその中でアプリとして Windows を動かせるアプリを入れるというものですね。でこれ今まで手を出していなかった理由としては、私の場合は Intel チップの入った Mac も持っているんですよ。ここにデュアルブートで Windows を入れていたので、まあ、問題なかったんですけど、その Intel Mac 時代の Windows のデュアルブートというのが Windows 10までしか対応していないんですよね。で Windows 10はあと2年ぐらいでサポートが終了するという噂を私聞きまして、いよいよね Windows 11を使わなきゃいけないなといったところで初めてパラレルズデスクトップを入れてみました。でこれね私かなり誤解してたんですけど、 Mac 上で動かすじゃないですか、だから性能とかいまいちなんでしょうとか、めちゃめちゃ重いんでしょうとか思ってたんですけど、全くそんなことはなくてですね、もうねサクサクそのものなんですよね。さすがにね MacOS 上で動かしているだけあって、こんな感じで3本指のドラッグもできますし、トラックパッドのね使い心地なんかも Mac と全く一緒なんですよ。これはね今までめちゃめちゃ課題に感じてて、あの試行錯誤していたんですけど、パラレルズデスクトップでも一発解決してしまいましたね。とはいえ欠点もあってですね、パラレルズデスクトップは Mac 純正のアプリではないので、もちろん有料です。私は買い切り版で確か1万円ぐらい払ったんですかね。というのと、対応している OS が Windows 11 Pro のみなんですよ。私 Windows のライセンスはホームしか持っていなかったので、 Windows OS 自体も新しく購入する必要がありました。なので全部合わせて3万円いかないぐらいだったとは思うんですけど、それなりにね Windows を使うためのお金は使ったかなという感じです。それでもねこれだけ使い心地がいいと買ってよかったなと思いますね。いや結構ね Mac に Windows を入れてるとか Windows 機が欲しいとか動画で言うと、視聴者の方からコメントでねパラレルズでいいじゃん的なことを言われるんですけど、またまたそんなこと言って絶対実機の方がいいでしょって私思ってたんですけど、はい、おっしゃる通りパラレルズは素晴らしかったです。はい、といったところでですね、上半期のベストバイを紹介してきたわけなんですが、今回は冒頭でもお伝えした通り、結構期待して買ったけど個人的にはイマイチだったなというものも紹介していこうと思います。はい、というわけで買ってイマイチだったものを紹介していきます。はい、まずはこちらですね。こちらが動画でも紹介しているんですけど、ローリーの 3-in-1 充電器ですね。で誤解のないように最初に言っておくと、この充電器めちゃめちゃいいんですよ。こちら充電器なんですけど、ここにねタイプ C ポートがあって、こんな感じで iPhone の充電ができたりだとかで、ね、見ていただいて分かる通りバンカーリングもついていて、それだけじゃなくて
この部分で Apple Watch も充電できてしまうという本当に最強のアイテムでめちゃめちゃおすすめなんですけど、こんないいアイテムを私は活かしきれてないんですよね。というのも私の場合は普段からこういったマグセーフタイプのウォレットをつけて生活しているんですよ。で帰ってきたら別途充電スタンドがあって、そこにこのマグセーフを外してパコッと充電するというところなんですが、これねめちゃめちゃいいぞと思ってカバンにずっと忍ばせてはいるんですけど、出先でねなかなかこのお財布を外してこう充電するかというとあまり出番がなくて、ただの Apple Watch 充電器になってしまっているんですよね。はい、なので物としてはめちゃめちゃいいアイデアだし全力でおすすめしたいんですけど、なんかねタイミング的にうまく使えないことがすごく多くて、いまいち活躍させてあげられずというところで、まあ、そういう意味のいまいちだったものとしてランクインしてしまいました。普段からマグセーフ系のアイテムをつけていない人に関してはめちゃめちゃ役立つと思っていて、まあ、普段使いのバンカーリングとしてつけっぱなしにしていてもいいですし、充電したい時普通のねアップル純正のマグセーフ充電器と同じような使い方でこうつけてあげて、さらにアップルウォッチだとか最近で言うと AirPods もねアップルウォッチの充電器に対応しましたよね、という感じでめちゃめちゃお役立ちアイテムなんですけど、私が使うとねなんか煩雑な感じになってしまったといったところですね。はい、そんな感じでいまいち活躍させてあげられなかったという意味でいまいちだったもの、こちらのローリーのマグセーフ充電器ですね。はい、続いていまいち活躍しなかった今年買ったものをですね、それがこちらですね。ちょっと見えづらいですかね、あのハーマンミラーのセールチェアというめちゃめちゃ高級な椅子を買ったんですよ。でこの椅子自体はですね愛用している人もすごく多くてですね、ベストセラーなので間違いない一品だと思うんですよ。まあ、値段も10万円ぐらいする高級チェア界では安いけど普通に考えて高い椅子なんですけど、私ね動画の編集とかをする都合で結構長時間椅子に座るので、いつかいい椅子を買おうかなと思っていたところ、中古で5万円台ぐらいで売っていたので、まあ、かなり有名なものなので間違いないだろうと思ってこのセールチェアを購入したんですが、今のところですね普通です。見た目自体は最高にかっこよくて気に入っているんですけれども、これによって座った時の疲れが軽減されるとかそういったことは特に私は今のところ感じてなくて、そもそも高級チェアってそういうものかどうかもいまいち分かってないんですけど、今までねこの何にもクッションのないタイプの椅子を動画編集にも使っていたんですけど、まあ、疲れ具合的にはあんまりこっちと変わらないかなという感じで、ちょっと期待値が高すぎたのかもしれないですけどっていう感じですね。まあ、とはいえ全く悪いことはなくて、リクライニングもついていますし、あの座面もね非常にふかふかでいいんですけど、全然悪くはないんですよ。悪くはないんですけど普通なんですよ。で椅子ってやっぱり人によってね個人差があるので、購入したい方はね一度お店に行って座った方がいいです。私はねもう地方在住なので近くにそういうお店がないというのもありますし、まあ、正直ね Apple 製品も含め見た目買いをしてしまうタイプなので結構サクッと選んでしまったんですけど、やっぱりね高い買い物ですし、お店の人と相談しながらねしっかりと選んだ方がいいとは思います。まあ、これからね使っていくうちに馴染んでくる可能性もなきにしもあらずですけど、個人的にはねあんまり体に合ってないのかなと思っています。というわけでこちらもね製品自体は超名作で大人気なものなんですけど、まあ、ちょっとね私には合わなかったのかなという感じですね。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。2023年上半期のベストバイと、後半ではこれはベストバイだろうと思って買ったもののいまいち自分には合わなかったものというところで紹介させていただきました。ダイソーのスタンド以外は概要欄の方に、ね、貼っておきますので、もし気になったものがあったらチェックしてみてください。それと今回の動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。このチャンネルでは他にも Apple 製品なんかのガジェットの話をよくしておりますので、他の動画も良ければチェックしてみてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。めるるーさまるおかでした。バイバイ。